ネダは、スペイン、ガリシア州、アコルーニャ県の自治体、コマルカデフェロルに属する。ガリシア統計局によると、2010年の人口は5489人。住民故障は、男女同系のネデンセ。ガリシア語話者の自治体人口に占める割合は94.42%。ネダは、アコルーニャ県の北部に位置し、コマルカデフェロルに属する。北は、ナロンと 東はサンサドルニーニョと南はフェネト、隣接、西はリアデフェロルに面している。自治体中心地区はネダ教区のネダ地区。ネダはフェロル司法管轄区に属す。自治体市長はガリシア国民党のホセイグナシオ・ギジェルモ・カベソン、ロレンソ、自治体評議員はガリシア国民党、7、ガリシア社会党、4、ガリシア統一左翼、2となっている。 市長当選者、ホセカルロスピタ、ロペス市長当選者、ホセカルロスピタ、ロペス市長当選者、ホセイグナシオカウェソン、ロレンソ市長当選者、ホセイグナシオカウェソン、ロレンソネダワ4の教区に分けられる。太字は、自治体中新地区のある教区。ありがとうございます。